俺喧嘩だから、ああスポーツじゃないから、はい、足折っちゃったけど大丈夫ですか。おい動いてるか。お前俺とやれこの野郎、忘れたとは言ってないやろ。まあ、俺とやれ。忘れたとは言わせねえぞ、この俺と俺の縁起あんだろ、この野郎。あ、こわ。今殴ったかんな、この野郎。抑えろ、誰か。こっちもね、もしも君がここに入っちゃったんですか。肩が消しました。肩が消しました。ちょっと医療班ドクター、後ろ大島君が何でか大島君、じゃあ自己紹介お願いします。東京都中央区月島から来ました片岡蓮です。本当は樋口とやりたかったんですけど、人間があってもう決まっちゃったみたいなんで、バチバチに喧嘩できる人とやりたいって来いよ。ザード俺でやれ。あ？てめえが何て言うんだ。てめえが喧嘩売ってきたんだろ、お前覚えてっか。お前覚えてねえよ。誰覚えてねえよな。てめえが喧嘩売ってきたんだ。誰だ。てめえが売ってきたんだ。ビビって忘れてるだけじゃねえの。お前いいよ。ちょっとごめんなさい。俺とやれ。自由にこいつ作ってください。絶対やるんで。マジで。いいっすよ。次の次でもできる。できます。いいよ。まず俺のことを思い出せ。名前。片岡蓮。なんか出禁になったんだって。どこのセキュリティ。呪文字です。ちょっとじゃあ聞いとく。普段ゆり君とかテンジムさんとかのトレーナーやってます。ブレイキングダウン、まあすごい盛り上がってて、まあ前回大会も見させてもらったんですけど、あそこにいるね樋口がね、試合がつまんないんで。え、俺言ってんのお前。うん、そうだよ。自覚あるんでしょ。お前絶対喧嘩したことねえだろ。おい、MMA でやるか。じゃあ、あ、いいよ、やってやるよ。キックだと怖いんだろ。俺喧嘩だから。ああスポーツじゃないから。だからキックルールできないんでしょ。ああお前足け、あの切ってやるじゃん。お前、ああ切ってみろよ。 MMA2 年って書いてありますけど。あ、そうです。昔 MMA2 年ぐらいやってました。で僕打撃得意なんで、まあ、全部タックル切って殴り倒してやろうかなと思ってます。まあ決めますか。じゃあ総合でできる人を探すの多分難しいと思うんで。そうっすね、はい、MMA でいいです。喧嘩なんで。じゃあ決定で。顔は腹立ちますよね。生理的に嫌いっていうか、まあ、金髪ゴリラとゴロゴロする気はないですね。おい金髪ゴリラ、お前殴り倒してやるから覚悟しとけよ。あんな筋肉必要ないでしょ格闘技に。彼は多分売名で出てきたんですけど、もう自分は そんなんじゃないんです。人生かけてる。本当にアウトサイダーでやってきたって誇りもあるし、あんな奴には負けられない。以上っす。幹事です。まあ、明日多分みんな俺が樋口に負けると思ってると思うんですけど、まあ明日は絶対 KO してやるからな。あ、 SNS でなんか俺が強い選手だってすげえ保険かけてたけど、ビビってんの。なんかなんでお前なんかにビビるんだよ。お前売名で絡んできてよ、水かけてきて、で芸能人の有利だか天チムだかいろいろ名前出して出てきて、なんでお前にビビんだよ。お前ビビってない。ビビってるわけねえだろ。ああじゃあ明日打ち合えんの。なんで打ち合わなきゃいけないんだお前、うん、まあお前これキックボクシングじゃねえからな。言っとくけど、うん、まあ確かに、うん、お前、まあ、MMA で勝ってこそ意味あると思ってるから。明日 MMA で負けたことない。負けたことない。あるよ俺ら。あ、負けたことだから、うん、俺が明日 KO してやるから。お前になんで俺が KO するの。まあ KO してやるから明日楽しみにします。まあね、ちょっと生意気でムカつくやつなんですけど、まあ水もかけられたしね、本当に早くやって、なんだろうな、僕もすごい今回ねいろんな準備をしてきたんで、今までとは違うね戦い方が見せられると思うんで、はい、ちょっと楽しみにしててください。よろしくお願いします。おい樋口、お前俺とやろうぜ。やれ。おい
おれまあ一回座れよじゃあ足折っちゃったけど大丈夫ですか椅子の顔面踏んづけられたんで俺足折りましたけど今大丈夫ですあれ今自分の足折られたいやポキッとはなったけどまあいいや続行するんだ俺離してやったりてめえ殴り合うあとで病院行けよやろうな樋口てめえお前それでいいっす俺画面踏んづけられた歯折られてえ何やったんすかアンクルアンクル膝引かれてるでしょそれ俺だって歯折られてんじゃんごめんまあいいややってるわ2月な2月やろうなお前なえ痛そうやお待ってお前危ねえやめろ今マジで頼むおいっすねーこれおいさすてひぐちマジお前2月やろうなあとあの金ねえから治療費出せあ握手だからいいもうそれだけですって2月な、うん、な2月な、うん